はいどうも、さらばらしくん。さあ、それでは、ギリシャ2回目になるかなえー、っと、中身を見る前に、こう流れを見る前にえ、中身を見ていこうということで、前回の話かな ?1 個前の話の時に、上から降りてきた第2波のギリシャ人が、ポリス作りましたよって話をしました。で、全部で1100個あるって話をしたじゃないですか。で、その1100個の中で皆さんが大体よく知ってるとか、聞いたことあるとか、あと、高校の教科書に書いてあるっていうのが、このアテネと、ははは、 スパルタっていう <laughs> <laughs> はいキントーナリスていきましょうマレッシュさあマレッシュマレッシュさあさあさあ,さあいきますそれじゃあねアテネとスパルタを比べましょうって言ってこれは形の違いは奴隷がどのぐらいいるかの違いなのでちょっと後で話しますまずアテネの出来方見てくださいアテネっていうのは人がこう集まって町ができるこれ集中っていうねシノイキスモスと言いますでえっ、ー、と前回こうやって こうやってギリシャ人が南下してきた地図みたいなの覚えてますね、こうやって降りてきたアイオリス、イオニア、ドーリアって降りてきたこの真ん中のイオニアがアテネです。で、こっちが一番最後のドーリアがこれがアスパルタ だからイオニアとドリアは両方ともギリシャ人だけどちょっと違うねその気象が違うもともと方言で違うまあね関西弁と関東弁ですか方言が違うだけじゃなくて人間性もちょっと違いますよね同じですそう考えてくださいあんまり想像しないでさあそしてえーとまずこのイオニア人の動きを見てみましょう彼らっていうのは商工業を中心として えー、貿易を行っています。作ったものを売るっていうパターンになるね。でこれはアテネに行けばすぐわかるんです。アテネ街歩いた時に転んだとしましょう。いや、アスファルトで転んだらそれは足すりむくみますよ。普通に、えー、なんか土かなと思ってそこ走って転ぶと、なぜか足がすりむけるんですね。石なんです。 だから植物が育たない頑張ってもオリーブブドウいけるかなっていう感じですよだから穀物がほとんど取れないので輸入に頼るしかないこういうのがこの形になる理由ですよそしたら貿易の出入りあるわけですからそしたら自動的に人の行きがあるつまり開放的なっていう感じの人っているよねアテネっぽい人です OK で、えー、一方スパルタに見ましょうスパルタの場合には、えー、前にいる先住民です この先住民は、学術上だとアカイア人って言うんだけども、実際は場所の地方はメッセニア地方という場所なので、メッセニア人。で、これがまあ支配される側です。だから、される人たちが奴隷になるんですね。数めちゃめちゃ多いですよ。だからそれがこの奴隷です。まあ、平老体って言葉は特別なものが、なんだろう、受験用語みたいな感じなので、受験が関係なければ別にね、えー、奴隷なんだというふうに思って。 すごいいたくささんの奴隷がいるでさあ行きましょう特色です、えー、特色言うとこれはあれですよ Google Earth 見ると分かるあ分かりますこれ上から見ると、まあ、緑ももちろんあるけれども茶色いですあと石っぽい感じが見えるこっち真、まあ、緑ですよ周り全部だから完全に農業つまり穀物ができるんですねだからもうちょっと言うと自給自足ができるって感じ となると貿易しなくていいんですよ。だって食っていくためですから。だから結局そうなると閉鎖的になる。いや、厳しいですよ。 この閉鎖的っていうのはただ自給自足ができるから閉鎖的なんじゃないです。自給自足ができるから貨幣はいらない。もうとんでもない家計なんて使った日にはとんでもない処罰ですよ。もしくは外国人の出入りなんてほとんどない。例えば、スパルタの人が外へ出るなんていうのは、そーっときちんとした書類を出さないと、OK もらわないと外に出られないし、外国人が中に入ることはできない。で、それはそういう、こういう意味でというよりも、外国人が中に入ってくることによって、スパルタの秩序が失われる可能性がある。だからスパルタっていうのはそういう意味ではアテネと違って、 秩序を重視すするって意味なんですよだからこれからまあ次の回か次の回かなるんだけど民主主義の話をするアテネは民主主義になりやすい理由はなんとなくわかるじゃないですかだけどもここが民主主義にならないまあなりにくいというかならない理由っていうのもなんとなく分かりますよね閉鎖的で外からの影響がなければ政治に変革がないってことじゃ皆さんは日本,人にん日本人に住んでればよくわかると思いますよつまり外とこう隔たってると中身が変わらないわけですよ外から新しいものが入ることによって変わるというのは ここののスパルタととアテネの違いを見ればわかるってでですでも逆に言ったらスパルタは強いですよね外国人がいないから団結力があるっていうのがここの特徴だと思ってくださいでこれがね戦争になるとどうなるかっていうとやはり貿易解放的となればそれは海軍でしょそれと比べてみると外と貿易しないから港は開かないわけなので船はいらないわけですよそしたら自動的に 陸軍にはなるで、しょう、ね、でまあ、まとめてみると、今の話上だと、これは民主制になりやすい。で、それと比べてこっちは民制になりにくいどころか、これ王政ですから、スパルタって。 しかもすごい変わったお染で、王家が2つあって、半年ごとに王家が交換するって変わってるでしょだからそういう意味では、まあ、常に対立している王家があるってことなんですよ。で、交互交互にやる。とってもいいと思いますよ。だから、野党と与党みたいなのが、ね、年に半分ずつ交換するわけですから、お互いの意見も通用してよくないですかだから、独裁って言っても2つの王家があるから、独裁っぽくはあんまり見えないっていう、理想です。 さああじゃあ最後に奴隷の話をしましょうえー、とこっちの奴隷は全体の3分のと言われています、まあその人数がどのぐらいかは置いといてもまあ大体8万人ぐらいって言われていてあとで全部で25万人ぐらいですでこの奴隷たちっていうのは面白いことにどうやって得てきた奴隷かっていうとまず借金が返せなくなったやつが奴隷に落ちるもしくは奴隷が必要なんですねで必要だから買ってくるんですよ貿易債務奴隷やいわゆる外国人奴隷になるなのでしかもそれは個人が買って 買うんですよキチ人がそこに「あそのどれください」みたいな感じで買うようになるわけです。なのでこれって面白いことに個人所有なんですよ。 それと比べてスパルタの奴隷数、まあ、数も数で全然違います、まあ、大体市民がまあ1万人から5万人ぐらいで兵料隊が25万人ぐらいだから大体1対5ぐらいの数にはなると思うんですね、まあ、家族1人、まあ、1人当たり5人ぐらいだから1家族が4人家族だとまあ25人ぐらい20人から25人ぐらい家族の中に多いよね <laughs> 1つの家族に奴隷25人いたら怖くないですか普通に考えてえでしょでそれも個人所有じゃないんですよ個人所有だったらまだよくないですかだって名前を付けてあげてじゃあ 君はなんんとかさん奴隷だけどなんとかさんってててつけてあげて仲良く一緒に暮らすすすわけですけででど国有なんですよだからたまたまいらっしゃいましたみたいな呼んでないしみたいなでも一応国で割り当てられたんでみたいな感じになるからなのであまり疎遠なんだよね疎遠で数が多いってちょっと嫌じゃないですかだからちょっと想像してくださいよえっ、ー、とここに家族が4人で食事してますこうって「あおいしいね今日おいしいね」って言ったらこの周りに奴隷が4人のところに25人の奴隷が <laughs> ってでいるんですよそんな状態怖いじゃない。だから一番スパルタで何が怖いかっていうと、このいわゆる平牢体が暴れることが怖いわけですよ。だったら暴れないようにきちんとした法律を作り、もちろんそれは平牢体だけじゃない。スパルタ、市民だって守らなきゃダメですよ。それはだって市民が守らないのに奴隷を守るなんて言ったら余計奴隷は反乱を起こすでしょ。模範にならないと。だからそういう厳しい法律を作ることになるんですよ。リュクルゴスという人が出てきて、そのリュクルゴスが法律を作ったんですね。 立法化ですだからよく「リュクルゴスの国政」なんていう。 まあ皆さんが言うスパルタ教育っていうのはこういうことを言うんですよ。だから僕はね、スパルタ教育って言葉が嫌いで、スパルタ教育されてるのは奴隷なんです。<laughs> だから、スパルタ教育してるのが趣味って考えると、学校でスパルタ教育だって言ったら、それは生徒が奴隷になっちゃうんじゃないかなって思ったりするのは世界史の講師の気のせいかなっていうことなんです。これがこうやってスパルタが形づいている証拠だと思ってください。で、ちょっとだけこれ。あまり聞いたことないんでこれはスパルタの街の中には住んでいません。商工業者で、スパルタの領域の中にいる人たち。だから日本 ここで訳す,とすごいなんかスマートな役がなくて一応周辺の民って言うけれども。 まあおそらくでこれは細かくは分かってないおそらくドリア人が南下してきた時に「あ攻めないで同盟結んで言うことを聞くから」って言って契約を結んだ民族たちだと思われていますだから市民権はないけど一応戦争になったら一緒に戦いに行きますスパルタ軍として半分ぐらいがペリーコイだったって言ってますよ兵隊としてあとは商工業は自由にできるから彼らは外へ出て行って貿易してますだからまあ彼らから買うってう意味では外国のものが入ってこないわけではないですけどね ほらこれでなんとなくアテネとスパルタの違いが分かりますよねでやはりここでみんなが知りたいのはアテネ軍っていうのとスパルタ軍っていうののなんとなく違いが想像できるんじゃないかなと思うんですよなんかこちらは自由があり後に彼らはこのことによって民主主義を獲得していくんです戦争で活躍することで貴族に対して物申すんですそれと比べてスパルタの方はっていうとなんか一致団結した力があり自由とか民主とかなんていらない国を守るために一丸となって だみたいなだからちょっとで時代が違うので使えないですけどちょっとファシズムっぽい全体主義っぽいでありながら社会主義っぽいだからスパルタってちょっと特別な国ですよだからあんだけ強いんですさあ一体どんなものか見ていきましょう、えー、と写真と地図見ていきますじゃあこちらどうぞ <noise> さあそれではいきましょうアテネスパルタです これはね、えー、後に起きるペルシャ戦争と呼ばれる大きな戦争です。こっちの方にめちゃめちゃギリシャの50倍ぐらいの大きな国があるんですけど、その国が攻めてくる時の絵なんですけど、たまたまね、地図を借りますけど、ここ。これがスパルタ。で、ここがアテネですよね。で、先ほどスパルタはそのスパルタの街だけじゃないって言ったのは、スパルタ自体は、もうこの辺を領域として持ってるんですよ。 だから、まぁ、あ、これは、まあスパルタは孤立してもいけそうな感じがするでしょ。で、アテネっていうのは、こういうごちゃごちゃってしたところに、港が、ピレウスっていう港があるんだけど、このピレウス港から船が出るっていう形になるわけです。これがアテネとスパルタの位置の違い。わかりましたでちょっと見ましょうか、つおお、来たー俺はね、何がいいかっていうとね、俺にはないものだ。これは素晴らしい。よく見ると、これ、8個ですよ。 6じゃななくて8ですああすごいなこの辺持ってってたら9になるかもしれないけ <laughs> これだけ鍛えられてるまあ一応名前はレオニダスという人でで、ね、映画になったんでね300まあねちょっと女の子が見るような映画かどうかっていうのは微妙なとこですけど300人のスパルタの兵隊と100万人のペルシャの軍で絶 絶対来てないです。絶対来てない。100万人来たらもう大変な列ですよ。一応映画の中では、数、兵隊の数というよりは、像とか、なんか虎とか連れてましたよ。多分それも計算してんじゃないのだからこれ、100万人匹 <laughs>、じゃないかなと。真っ向勝負みたいな。 真っっ向じゃなかったですよ横から攻めてきましたゾウさんとかでこれがまあ相手がアクセルクセス一世っていうんですやばいですよもうぜひ見てほしいですもうやばいここになんかピアスとかつけててなんかもう体中黄金のメッキみたいにつけてるなんかすっぱたかなんですよ何ですかあの人みたいなあれが有名なダーレイヨス一世の息子さんなんですがどんな感じのイメージかちょっとこれじゃ分からないのでイメージはこんな感じのイメージですこんな感じですちょっともう男の子大好きそうですよねちょっと強そうじゃないですかで上からこう槍がピョーンって飛んでくるとこれをこれこれこれこの縦がヒュッと上を向くんですかって サッとこうやってやるんですね。もうあまりにも感動して、私は映画を見て、まあ見る前からですけどね。で、あの、アテネには数回行ってますけど、どうしてもこの人のお人形が欲しくて、なんとか買っちゃいました。家のソファーでいます。<laughs> これ、レオニダス。レオニダスって書いてますかど、<laughs> っていうぐらいに、まあすごいんです。これを見て、あ、スパルタって強いな。少なも海ではないですね。陸ですよね。だから別にアテネも陸はいますよ。もちろん、陸いますよ。いますけど、陸だとこういう感じになります。<laughs> これ重装歩兵部隊と言います。この重装歩兵のこの,この,この人が一番分かりやすいですかね。この槍持ってる感じ。 これが重装歩兵です。だからスパルタも基本重装歩兵ですけど、こんなにスパルタいないですから数。マテネは数が多いので、こうやって戦うんです。でもこれが、まあ後々ですけど、これ弱点どこだかわかりますこの弱点って。え、わかりません、ね、だってこれ密集してるんですよ。もともと密集部隊って呼ばれるぐらいですから。ここのところに戦車でも突っ込まれてごらんよ。ああってやったら、隣の人にやり刺さっちゃいますよ。これで突っ込まれちゃうんですよ。 この突っ込まれちゃうのがこの後あギリシャが負ける戦いがねこのあ出てくるんだけどそれでバッと潰されて今度こう割れちゃう感じになるわけですさあやっぱりアテネは海ですよこんな感じでこれが3段回線って教科書に載ってるやつですねでこぐところが3段になっていてこれすごいでしょここにいここ1段ここに実は2段もう1人こうなって中がこういう感じこうなってるんですこうやってこういうふうになってます でなんでこんなことをするんだろうって不思議じゃないですか。だから我々の海海鮮っていうと、まあ、イカとかタコとかじゃないですよ。はい。 えっと、海戦っていうと、なんとなく相手の船に乗り込んでって、刀とか持って、うりゃーとかやってる。それ三国志の見過ぎですから。実際当時の海戦っていうのは、船と船がぶつかって、相手の船に穴を開けて水を入れさせて沈没させるんですよ。それが海戦の勝敗なんです。だから、こっちが戦闘かな実はこの頭の部分に青銅がついてるんですよ。 で、その制度の部分を相手の横っちょにボンって、やったらボンって穴が開くじゃん。で、そこから水が入る。ってことは、一生懸命こいだチームが勝つ。チームじゃねえや。こいだ国が勝つわけですよ。だから一生懸命漕ぐ。つまり馬力があるってことは人数が多い方がいい。一段じゃ数が足りないので三段にしてる。さすがです。 問題はこの3段にする時にこの人たちが漕いでるわけじゃないってことですだってこの人たちが漕いだらやばくないですかクソ暑いしだっ,てだってこんなヘルメットみたいなのかぶって槍持ってこんなん持ってこんな靴履いて見てくださいこのなんかすっぱたな状態だからこれが実は後々の戦争でわかるんですこうやって武器を持っている人っていうのはある程度レベルが高い人じゃないと武器って買えない自弁です それと比べてみると、えー、こっちの方っていうのはいわゆる武器を持ってなくていいんですよつまり武器が買えないレベルが低い人がこれで活躍するんですだからこの2パターンの戦争があるってことが次回分かるんですよ無産市民と呼ばれる人たちです。後々自弁でできたある程度ののレベルの人プラス今まで全然政治に何に何も 言えなかった人たちが政治を言える政治に口を出せるようになったのは、そういう理由なんだってことを知っておくと。やっぱり何度も言いますけど、戦争がない、平和な状態ってのはとても大切ですけども、戦争があったことで活躍した人物が何かの力を持てるという意味では、戦争ってのは歴史を変えていく、政治の歴史を変えていく一つのポイントになってるんだってことは知っておいてください。じゃあ以上えっ、ー、と、こういうことで、こんな感じ、今日勉強になったかななったね。 ね、なったってことは高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録もね、お願いします。それじゃあまた、ドラマサラ